祖父と今井は、日本のプロレスのレフェリー、元大相撲を呼び出し。本名、今井大輔。呼び出し時代は、武蔵川部屋所属で呼び出し名は大輔。長野県出身。長野県長野西高等学校中退後、大相撲の武蔵川部屋に入門し、呼び出しとなる。1998年に退職して、プロレス界へ。2003年2月16日。 ターザンごとをはじめ派にて、レフェリーデビュー。2008年、ハッスルへ移籍。数多くのメインイベントをさばいた。2009年、ハッスルを離脱し、スマッシュに参加。旗揚げ以来、メインレフェリーとして活動してきた。ところが、2011年のスマッシュ、19で来日した、ベネーノに、日本の電動車として、刑事と洗脳を受け、気候や、電動行為が目立つようになり、 禁止処分。その後、ベネーノの手刀を受けて、正規を取り戻し、スマッシュ22で復帰。2012年4月5日、田尻以下元スマッシュ所属前選手、練習生と共に、新団体、WNC に移籍。WNC でもメインレフェリーを務めるが、所属選手である、高橋忠成と親友であり、宇宙人ギミックの高橋成人だった時には、 新人の試合を担当する日向小比レフェリーを退けて、高橋 B 期のレフェリングをしていた。他団体でのレフェリングでは団体によっては、本名でリングに上がる場合もある。2014年になると、メインをフリーのチョリソに奪われるようになり、レフェリング回数が減少。その後、6月14日、八王子大会での田尻 VS ダンプ松本戦を裁くことになり、事前に、 ダンプ率いる極悪同盟 B 期の悪徳レフェリーとして一世を風靡した安倍志郎に弟子入りし、ダンプ B 期のレフェリングを炸裂させたジリを反則負けにした。6月をもって WNC が活動停止になると、今度はレーナでダンプやホッタイユミコラをひいきするレフェリングを継続する。また、2年前に WNC を退団した花々に、 コンサルタント収入を要請した。8月30日の加藤優査定マッチでのレフェリングに対して、スサエリから抗議を受け、それに対して、査定を勧告するが、紀藤優治から逆に、スサ VS、アレックスリーで査定を課されてしまう。10月9日、査定マッチに臨み最初は反則カウントや、ロープブレイクなども、厳格に取る公平なレフェリングを展開するが、 スサがリーをフォールする体制でカウントにで止めた後、スサの抗議に対して平手打ち、結局はリーの勝利に導いたため、レーナ追放を宣告され、捨てゼリフと共に退場した。追放後は、花名コンサルタントの秘書となり、マネージャーを務める。一方で、レフェリーとしては、アスカプロジェクトで活動。2020年。 W-1945、主な主戦場をディアナへと移す。ディアナの同情マッチでは専属レフェリーと言っても過言ではないほど裁いている。ありがとうございます。